はい、どうもこんばんは。山本でございます。ありがとうございます。アコースティックの伝統、はい、ブルースストリートへようこそ。はい、今夜は、はい、久々の、はい、なんだっけ、10周年、はい、10年経ってました。ねえ、たどりました。ああ、10年や、長いっすね。ちゃんと数えてるの。全然気づいてない。たまたまっすよ。あ、ほんまですか。えらいっすね。ちゃんと何年ぐらいやろ。ちゃんと結婚とかしても結婚記念日とか覚えてんちゃいます。今さらね。ね、ないと思いますないけどね。はい、逆に今したら逆にちょっと覚えます。もしくはもうボケて忘れるから近い。そうね。命が10年持つかどうか知ったこっちゃけど、はい、まあまあそれも知らんけど、はい、流行語大賞ですか。ノミネートらしいですよ。知らんけど。あ、そうね、今更なんか知ってる。そうね、知らんけど今知らんけどでいいかって知らんけど言うたら落ちたの、ね。まあ、そろそろ舞台に行くらしいんですけど、はい、そうね。じゃあとりあえず行きます。じゃあいつものやつを、はい、おなじみの行きますんで、そのようにこれはいただけるか楽しんでいただければと思います。はい、ワン、ツー、スリね、ここのステージでね、舞台上にも久しぶりでございます。
ウイルスをのせいでね。この冬はね、ちょっとインフルエンザと同時流行するんちゃうかみたいな。まあ、はい、一括りでいいんじゃないですかね。うん、気をつけようぜっていうことで、ね、ちゃんと気をつけてれば。そうですね。あ、今までやってこみました。そうそうそう、はい、しゃあないですからね、なるときはなりますから、なるときはなります、うん、しゃあない、しゃあないですから、ならんように気をつけながら、はい、頑張ってきたので、はい、頑張っていきましょう、はい、で、そんな、うん、頑張りますよ。なんかギクシャクしてる久しぶりやから、まあ、はい、はい、徐々にペースを取り戻していただきたいと思います。顔、はい、ね、はい、はい、はい、それでは、うん、次の曲です。はい、1、2、はい、ひふみよい。おっさんがよりおっさんになるっていうわけですね。二人ともです。おっさんやったのがよりおっさんになって、はい、もうね。だっておじいちゃんね。そうですね。初老です。大変ですよ。僕もあれですよ。はい、これメガネ遠近両用ですから。もう老の癌がね、もうちょっと出てきますからね。ちょうどここ下のレンズがちょっと老眼仕様やから、こう見やすい。真ん中に線入ってる。線は入ってない。今時入ってない。今時入ってない。昭和かみたいな。今時そんな。
なんかもろもろ老眼鏡みたいなのないんですよ、はい、あるんですよ、そういうのが今は、安くで買えるんですよ。そう、はい、私も買わなかった見えへん見えへんね、おっさんあれらしいですよ、おっさんになるとアイドルとかの顔は区別つかへんけど相撲取りはようわかるお相撲さんはよく区別がつくみたいな、同じデブでも、デブ言ったらデブ言ったら大きい人チェンジですか。板をチェンジしました、はい、まあ、せっかくなんで10周年ここからはちょっとしばしの間オリジナルコーナーをやりたいなと、はい、はい、まあ、それでそんな10年やってるオリジナルですけどそれはそうです、寒い季節にぴったりの、そんな我々のオリジナルの演歌でございます、はい、聴いてください涙道切る
Oh,
でございました。さあ、というわけでございまして、何ですかね、何でしょう、何でしょうね、すっかりすっかり何でしょう、こういうのね、見切り発車って言うんですよね。え、何も考えてるからね。あ、そうなんや。何でしょうね、何もないですよね、最近。なるほどな、何もないですよ。え一人振る、一人振る、もうないっすね。あ、そうっすか。じゃあ曲いかなしゃあないですね。何もないから。なぜなら何もないから。Thank you.
さあ、というわけですよ、はい、ね、今日は一応、まあ、10周年、まあね、なんかほぼもう今までとあまり変わらずですけど、一曲だけね、ね、こっちか、こっちでしょ、はい、大丈夫ですよ、はい、ね、はい、ちゃいました大丈夫です、大丈夫です、大丈夫ですか、あ、そうですか、はい、はい、ね、一曲で、昨日スタジオね、入ってね、はい、曲順通りやったつもりが、なんかちょっと10年も一緒にやってるのに、ちょっとすれ違いが今発生してますね。ステージも久しぶりですもんね。そうですね。はい。はい、昨日はいつも入ってるスタジオが予約できたのでですね。まあ、近くなんですけど別のスタジオ行ってですね。学生街のね。で行ったらですね。僕はまあ予約した。僕が悪いんですけども、なんかとりあえずそんなあまり入ったことないスタジオやから、どこの何スタジオとかいっぱいよ、なんか何個かってどこがいいですかみたいな。いや、まあお二人なんでどこでもいいですって言ったら、じゃあ一番安いとこしときますねって言われて、で一番安いとこにしたらやっぱ安いもんにはあれですね、罠がありますね、一番上の階のやつに最上階ですね、最上階でエレベーターがないというですね学生街ですからね。そうね、学生さん元気やからね、元気やからですけどね、 2階、まあ5階なんですけどね、スタジオ5階、2階が受付で、あと5階まで階段で上がるというね、で荷物やっとさ、あ、重たーってガンと下ろして、あ、なんか飲み物買いに行こうかって言ったら、また2階まで2階まで降りてで、2階まで降りて、うん、ジュース買って、うん、飲んで、一呼吸置いて、セッティングしようかなと思ったら、ケーブルが1本足らんって言ったら、仮にいいかな、どうしよう、もうええわって言われて、もう急遽、そのままでやりました。いまいちちょっと使い方分からなかったですけどね。まあまあ、音だったらいいんですよ。無事に練習しまして、また2階まで降りて聞きに行くのもね、まあ、そんなこんなで、うん、今日初めてやる、はい、人前で新曲を、はいはい、まあ、10周年なんで、なんか1曲ぐらい、そうですね、入れたバンドみたいな感じで、はい、じゃあ松本さんの、ね、新曲で、はい、新曲です。久しぶりに曲をね、最近こうコロナでライブないと思って CD ばっかり作ってたんですよ、うん、それでこれはまだ入ってないですけど、これからレコーディングしようかなーいう、うん、それ用に作った曲なんですけど、ただまずでやってみたらどうなるのかなと思いまして、やってみたところ私の予想外の展開、あ、そうなんですか、はい、こんな感じになったか予定ではなかったいやいや、まあ予想外に、意外と面白いことになった、うちに帰ろうという曲なんですけど、まだ帰らないですけど、うち、ん、に帰ろうという曲ありがとうございます、はい、田舎から都会に出てきた夢見る若者の曲でございます、はい、30年前の私をイメージしながら書きました。うちに帰ろうです。名前は知らないけど
いいところだね。いいか、そんなにいい。いやいや、一応ですね。はい、一応だと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ行きましょう。はい。それでは、いつもの曲に戻りたいと思います。じゃあどんどん盛り上げていきましょう。はい。2回目戻から。だけどもっと部屋
はい、続々進んでいるわけなんです。はい、いいんじゃないですか。はい、若い時だったらしんどいな。キーがね。ね。ね、若い時のキーですから。そう、下げようかな、F ぐらい。まあ、そんなこんなで、さすらい続けている我々なんですけど、さすらい続ける男の歌を歌いましょう。テーマですね。ただバスだからですね。おぴゆき、行く先は孤独しまくしぐらです。そしてしかばね、広いものなし。ついたのミニシアターと、
ね、あるんですけども、市役所の近くにね。あ、ありますね。はい、ありますね。あそこにですね、今度スーパースターが来るんですよね。スーパースター、スーパースター、はい、はい、なんと正則さんですね。そうです。こんにちは。そっちじゃないですよ。その正則さんじゃないですよ。違う、はい、ね、さあ軽く滑ったところね、セラの正則さんが来るんですよ。で、何したっけ、1月の28、別に宣伝することはないですけど1月の20、わかんないです。これ昨日松本さんがくれたわけ、チラシ、あ、職場に行かれたりですね。そうそうそう、ね、1月28日の土曜日ですね、来はります。アコースティックライブ、そうそう、ソロで組みたいですよ。なんてコストパフォーマンスのいい仕事なの、うん、そうそう、いいんじゃないですか。もうミニシアターやったら、ソロはね、都会の真ん中のフェスティバルとかあんなんとこ借りるより安く借りてるし、ソロはありますよ、ね、ね、あるやろうし、結構でかいですか、ね、結構利益率高いんちゃいますね、はい、弾き語りやったらね、そうそう、だってね、バンドにギャラ払わんでええもんね。そうそうそう、だってね、あのあいみょん買って武道館とかでね、一人でやって今日甲子園球場でね、じゃないですか。あ、そうなんですか。一人で、一人で弾き語り、ボロ儲けっすよ、ボロ儲けっすね。5万人分の入場料全部一人でですよね。まあまあ、処刑費はあるけど、はい、で、あいみょんに及ばずね、ここに来てくださって、ありがとうございます。誠にレア、あいみょんはいないと思いますけど、恐縮です。はい、ありがとうございます。はい、続きましては、そんなもう10年前によくやってましたね、これ。そうですね、一時ね、はい、ちょこちょこ最近めっきりやんなくなりましたけど、はい、一応まあ来るということなんで、ウェルカムトゥーセラマサノリということで僕は勝手にやる、勝手にやる、はい、はい、じゃあ結構10年前に、はい、もうね、ただ松やる前に、はい、そうそう、ネタでね、やってました、ね、なんかただの祭りでやってました、ね、あ、そうだ、僕の手伝いのフィフスストリートの花ペンとライブの時のね、はい、今回久々に僕がゲストで来てやってます。今回久々にちょっと練習をしてやろうかなと10年ぶりですね思います。いや、それでは、はい、この曲、はい、ワン、ツー、スリI'm not afraid to die.
6800円は無理かな。ボソッと、近いんですけどね、電車賃もかからんし、歩いていけるし。ありがとうございます。僕もすっかりね、はい、どっぷりと。いやね、早速、ね、やらさせていただきました。ありがたいですね、こういうやらさせていただける、ね、箱があるというのは、はい、もう非常にもうありがたいことです、ね、お店にも感謝感謝でございます。僕たちは何も返せませんが、皆さんは飲み食いしていただけると、どん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 お店に、はい、そろそろ皆さんにお腹いっぱいところじゃないですか、はい、もう喉も渇いてませんか、はい、食材もたっぷりご用意しております、はい、高級食材の数々の採算を度外視した、はい、高級食材皆さんご賞味くださいませ。何の宣伝それは売りでございますので、はい、たっぷり元を取って書いていただいて、ね、はい、それでは、いよいよ最後の曲になりましていただきます。はい。なかなかといえばこの曲でございます。そうですね。もうこれでバーってやって、はい、ね、はい、カバーってやる。そうですね。それが何ですね。はい。ありがとうございました。はい、久しぶりのタラバズやらさせていただきまして、またね、うん、コロナもギュッと収まって、うん、また元のね日常に戻れれば、はい、完全に戻った暁にはまた。レギュラーも復活できればなと思っております、はい、皆さん来ていただければ、復活の夢ではないと思います、はい、頑張っていきたいなと思います。定期的にただまずやれへんのって店に電話入れていただけると嫌がらせるよ。嫌がらせるよ。頼むもんだから、頼むもんだから行きたいけど、あるかもしれない、あれ行きたいんで、はい、行きたいんだけど、はい、はい、そんな感じで、それは皆さんの自由でございますね、はい、はい、それでは最後の曲です。52どうぞ。ワン、ツー、スリー、はい。
9月から、職場がちょっと派遣先っていうか変わりましてね、入ったんですよ。そしたらね、そこはね、時給はね、100円上がったんですけどね、残業がほぼないんですよ。逆に身入りが減ったみたいなね。まあ、そんなこんなで、あんまり残業してないんですけども、今日はしようかなと。そうですね、はい、しかもサービスです。サービス残業ね。働いた分美味しいものは食べられますよ。空腹の分だけ。はい、さっきも言いましたけど、来年ね、10周年でございますね。10周年、10周年ありますからね。バンバラコの25周年、バンバラコの25周年、50周年にくっついて、バンバラコの鳥で、ね、私は天下で盛大に25周年、ね、盛り上げたいなと。じゃあそんな、また我々いつ会えるか分かりませんけども、そうですね、またね、お会いできたら、そのあと、皆さんお元気で。とか言いながらね、来月お歌いしてね。そうそう、まあ、その時はその時、そう、はい、お元気で、我々がどう、まあ来月お歌いしてね、はい、行きましょう。はい、じゃあ頑張っていきましょう。またお会いしましょう。なんでそう、太郎さん本舗でしたでしょ。1、2、3、4